自分たちは長年成し得なかった夏祭一勝を目標に練習に取り組んでいます。去年まで監督だった大川先生は努力で運命を変えるという言葉を残して他の高校に行ってくださったので、僕たちはその目標に向かって努力しています。 OB の方たちが成し得なかった夏祭一勝を目標に僕たちは戦っていきたいと思います。また保護者の方たちのおかげで僕たちは野球ができているということを改めて実感して頑張りたいと思います。私は4月より真壁高校に赴任されまして、野球部監督の方を引き受けさせていただいているのですが、前任の大川先生より野球部を引き継いで、その中で生徒の皆さん非常にやりづらさというかそういったものはあると思うんですが、その中でも一生懸命野球に対して取り組んでいると思います。3年生が最後の夏ということで、部員が少ない中非常に頑張っていると思います。3年生、2年生、1年生を含めまして、全員が後悔のない夏にしてほしいと思います。絶対勝つぞ。はい、俺が決める。